金ヒズメ類は、岩田抜き目の祖先を規定とする探系統群と考えられる、植物植生有ヒズメ動物を総括する、無階級のタクソン。アマネジュウ類、ユーロナスリアに同じ。アフリカ大陸を発祥地とする、極めて歴史の古い哺乳類の一大グループである、アフリカ獣上目の海復分であり、岩田抜き目、重脚目、長尾目、海牛目、 束柱目の5目で構成される。新生代、暁月新生に出現し、10脚目は比較的早くに絶滅。束柱目は短命に終わっているが、他の3目はそれぞれに独自の進化を遂げつつ、今のよう生きている。学名、ピートナングヤラタは、ラテン語、パエネと、生物学名、アングヤラッツからなる、合成語で、オールモスとアングヤラッツ、大要素。 有ヒズメ動物に、金字のもの、金有、ヒズメ動物とのい米国人古生物学者、ジョージ・ゲイ・ロード・シンプソンによって、1945年に提唱された。マルコム・マッケンナとスーザン・ベルによって、1997年に提唱された、天獣類、ユーロナスリアも、同じ概念を持つタクソンであるが、金ヒズメ類と重複している。岩田のき目の祖先をもとして、 住客目がまず分化し、ついでテティス重類の名で束ねられる長尾目、海牛目、束柱目が分化したものと考えられている。ただし、岩田抜き目の系統発生の位置をめぐっての、形態学的議論を中心に、いくつかの異説がある。住客目を、岩田抜き目以前に置く説、岩田抜き目を元とする単系統性、そのものを否定する、説などがそれである。とはいえ、 分子系統学が導き出す知見は、岩田抜き目を元とする、金ひずめ類の単系統性を確認しており、論拠を補強している。それぞれの面の最古の化石種と、発見されている時代、地域は次の通り。すなわち、最も古い赤月新生層からは、長尾目が、次の指針予想からは岩田抜き目、重脚目、海牛目が、その後の全身予からは、 束柱目が確認されているわけであるが、弟が兄より前に存在する道理はないので、分子系統学上で2位に当たるとされるものは、その出現時期を弟と同じ頃まで遡って考えることができる。具体的には、長尾目の2位に当たる岩田抜き目と重脚目は、理論上、暁神聖にはすでに出現していなければならない、ということである。しかし、 古生物学の基本は化石であるから、表記上は長尾目が最も古い出現であるかのように表記される。閲覧者に留意されるべきは、これは決して矛盾ではないということである。金ズメ類とその類縁を表す。金ズメ類に最も近いのは、クダハメと考えられている。前時代を通じてほとんどすべての種は、陸生植物、もしくは、 陸生植物由来の海藻を主食としている。確定的な唯一の例外は、海ウ牛ウメの絶滅種であるステラー海牛であり、彼らは海水温の低下によって衰退した海藻に変え、海藻を主食として進化した。不確定だが、タバハシラ類や海牛ウウ類の一部の化石種が貝などの海生動物を餌にしていた可能性を指摘する学説もある。ありがとうございます。